で最後ってわけじゃないんだが、どうにもやりきれないな。運命ってのは何なのかって考えちまう。大を生かし小を犠牲にする考え方としては正しいことだと理解していても、己の内にそう人としての心が受け入れることを拒んでおる。あの子にラディウスにどんな責任があるのかしら。レオだけじゃなくてラディウスまでなんて。自己犠牲、いや強制された自己犠牲か。行こう、せめて笑顔で迎えてやろうぜ。幸せにはできない。それでも叶うのであれば、弥生、残された時間をお前と過ごしたい。喜んでお受けいたします。弥生、俺は何もおっしゃらないでください。いいんです、ラディウス様のお相手として選んでいただけただけでも幸せです。いつかは分かりませんけれど、その時が来るまでおそばに沿わせてください。